クリストファー、スコット、クリス・シーリーは、アメリカのマンドリンの名手、歌手、作曲家。プログレッシブ・アコースティックのトリオ、ニッケル、クリークのメンバーとして、またプログレッシブ・ブルー・グラスのバンド、パンチ・ブラザーズのメンバーとしてその名が知られている。2012年にマッカーサー・フェローに輝く。2016年8月15日からラジオネット、番組。 ライブフロムヒアのホストを務めている。1989年、カルフォルニア州カールスバッドのピザやザットピッツァプレイスでニッケルクリークのメンバーは初めて出会う。クリスは彼の父によって毎週のブルーグラスショーに連れて来られていた。すぐに彼らは共に練習を始め、フェスでの演奏やアルバムのレコーディングを始めた。 1993年12月31日に、初めてのアルバムリトルカウポクをリリース。後に、彼らのアルバムニッケルクリークやディスサイドは、プラチナディスクとなり、グラミー賞のベストコンテンポラリーフォークアルバムに選ばれる。2005年にリリースした H、ホワイトシュッドファイアダイは、喝采で迎えられ、25万枚の売り上げを記録した。2003年にシーリーは、 ファッションデザイナーのジェシー・マーゲンと結婚。18ヶ月後の2004年には、破局シリコン。シーリは、ノット・オールフー・フワンダー n d ロスト、レシーバーなどのソロアルバムもリリースしている。これらのアルバムでは、シーリが作曲、作詞、歌唱、演奏のすべてのパートを担当している。2008年、シーリは、ベーシストのエドガー・メイヤーとのコラボレーションアルバムを、リリースした。 また、ヒラリー・ハーンとのコラボレーションアルバムのリリースも予定されている。2013年12月23日、女優のクレール・コーヒーと結婚。2015年5月15日、カフィとの間に男の子を授かる。カルビン友人シーリーと命名。アメリカ野球伝道のサム・トンプソンは、シーリーの代打用王,王子にあたる。1981年、カルフォルニア州。 オーシャンサイドに生を受ける。彼の最も小さい頃の記憶は、一歳にも満たない頃に聞いた、スタンゲッツレコーディングのザ・ガール・フロム・イパネまであるという。彼の家族は、彼が2歳の時、当時ジョン・ムーアのブルーグラスバンドなどが演奏をしていた、ピザやザット・ピッツァ・プレイスに通い始める。シーリが4歳の時に、家族で、カルフォルニア州アイディル・ウィルドに引っ越す。 シーリは5歳の頃からマンドリンの演奏を始め、時にはジョン・ムーアからレッスンを受けていた。8歳の頃にはシーリ家とアトキンス家でニッケルクリークを結成。ニッケルクリークはカルフォルニアで開かれていた数多くのブルーグラスフェスに参加していたため、クリスは結果的に家庭学習を行っていた。12歳の時、彼はカンザス州。 ウィンフィールドで開かれたウォールナットバリーフェスティバルの国際マンドリン選手権で優勝する。当1993年、シーリーはシュガー・ヒルとラウンダーレコードラベルズにデモテープを送る。両レーベルとも興味を示したが、シーリーはシュガー・ヒルを選んだ。翌年、シーリーは彼の初となるソロアルバムリーディングオフをリリース。1995年にシーリーの家族は、 ケンタッキー州マレーへと引っ越す。クリスの父であるスコットは、マレー州立大学で、音楽講師としての職を得た。1997年、クリスは、スティーリングセカンドをニッケルクリークは、ヒアツーゼアオリー・ディリス。クリスは、マレー州立大学で数期の間在籍し、音楽の専門単位を取得した。ニッケルクリークの華々しい成功や、 アルバムのプラチナディスクへの認定に続いて、シーリーは、Not All Foo, Wonder l o s t を2001年にリリース。このアルバムは著名なアーティストをゲストに招待する、形で、レコーディングされた。それは、スチュアート・ダンカン、ベラ・フレック、エドガー・メイヤー、ジェリー・ダグラス、ブライアン・サットンである。2003年、シーリーは、マンドリン弾きのマイク・マーシャルとコンビを組み、 デュアルバムイントゥーザ・コールドランをリリース。このアルバムには、オリジナル楽曲以外にも、チャーリー・パーカーや J、J.S. バッハの楽曲が収録されている。同2003年、シーリーは、マーク・オコナーのアルバム30、イヤー・レトロスペクティブに参加。このアルバムは2004年のグラミー賞に、ノミネートされる。シーリーは2004年にデシーバーをリリース。これは、 実験的なアルバムで全てのパートをシーリー自身が演奏している。パートにはエレキギター、ピアノ、ドラム、バイオリン、ビオラ、チェロ、ベースが含まれる。レシーバーにはニューグラスに加えポップやロックの曲が収録されている。クリス・シーリーとパンチブラザーズ。2008年ウィンターグラスにて。2006年9月ニッケルクリークは 新しいアルバムのレコーディングをこれ以上行わないことを発表した。彼らのツアースケジュールは2007年が最後であった。しかしその後、2014年2月に新しくアルバムを出すことを発表。シーリは第5回インディペンデントミュージックアワーズの審査員を務め出場者たちのキャリアを後押しした。2006年、シーリはハウツーグロー。 A バンドを結成し、彼の5枚目のアルバムになる、How to g r o w A Woman from the Ground をレコーディング。ナッシュビルシティペーパーの取材の中で、シーリンは、バンドの構成を説明した。このバンドは、マンドリンのクリス・シーリ、フィドルのゲーブ・ウィッチャー、ギターのクリス・エルドリッジ、ベースのグレッグ・ギャリソン、バンジョーのノーム・ピケルニーから構成される。エルドリッジが、 ザインファマスストリング・ダ・スターズの演奏で手が空いていない時はブライアン・サットンが必要に応じて演奏する2007年バンドは公式に名前をザ・テンションズ・マウンテン・ボーイズに改める後にさらに名前を改めパンチ・ブラザーズとなる2007年5月17日カーネギー・ホールでバンドはデビューを果たすシーリー作曲のザ・ブリント・リービング・ザ・ブリントは40分に 渡る四部構成の楽曲で、シーリーは NPR で、この曲は2004年の離婚についての曲だと語っている。クリス・シーリーとパンチブラザーズ。2008年、ウィンターグラスにて。2008年2月26日、パンチブラザーズは、ファーストアルバムパンチをナン・サッチレコーズからリリース。このアルバムには、ザ・ブリント・リービング・ザ・ブリンとのたオリジナル曲が収録されている。 パンチのプロモートのため、パンチブラザーズは2008年の年間ツアーを企画し、また2月29日には、ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノに出演した。2008年の終わりには、ポール・コアートが、ギャリソンの代わりに、ベース弾きとなる。2010年2月15日、アンティファグマトクよりリ,リースし、ツアーを続ける。2010年11月5日、スティーブ・マーティンをゲストバンに呼び、 レートショーウィズ・デビッド・レターメンに出演し、ライ・ウィスキーを演奏。2012年の初めには、サードアルバム・フーズ・フィーリング・ヤング・ナウをリリース。2014年11月、パンチ・ブラザーズは、アイブルー・イット・オフというシングルをまだ名前のないフォースアルバムから抜粋しリリース。2014年12月、新しいアルバムのリリース予定を発表、アラに、 新しいシングルジュレップをリリース。パンチブラザーズの最新アルバム、ザ・フォスフォレッセント・ブルーズは2015年1月27日に発売された。2008年8月、シーリはベーシストのエドガー・メイヤーとのデュアルバムのリリース予告を行った。このアルバムはシーリのレーベルであるナンサッチ・レコーズから2008年9月23日に発売された。 このコラボについて、シーリーは、エドガーは僕の音楽人生の中で、最も影響を与えてくれた人のうちの一人で、僕は今、彼とデュオを組んで、彼と曲を書いている。これは僕の夢だったんだ。僕はいつも、音楽を演奏するっていうのはどういうことなんだろうと、考えているよ。彼らのデュオは2008年の9月から10月にかけて、アルバムのプロモートを行っていた。 2012年、シーリーは、マッカーサーフェローを受賞。2014年、シーリーは、エドガー・メイヤーとの新しいコラボレーションアルバムを、レコーディングし、ベースマンドリンと名付け、アルバムの宣伝のためデュオでのツアーに乗り出した。シーリーは、ニッケルクリークの休業に際して、ドキュメンタリー番組ブルーグラス・ジャーニーに、取り上げられた。また、彼は前述の活動以外にも、 様々なアーティストたちと演奏をしている。ベラ・フレックのパーペチュアルモーションに参加して、ベラ・フレック、エドガー・メイヤーと共に、バロック、インプレッショニスト、クラシックや他の様々な演奏を行う。マーク・オコナー、フランク・ビグ・ノラ、ブライアン・サットン、ジョン・ブルたちとのジャムセッション。ザ・ビクシー・チックスのホームへの参加。ケイト・ラスビーのオークワード・アニーへの参加。 ジュリー・ファウリスのクイーリーへの参加。ドリー・パートンのリトルス・スパローへの参加。ダークス・ベントレーのアップ・オン・ザ・リッジへの参加。サラ・ジョーンズのソング・アップ・イン・ハー・ヘッド,ド・フォローメ、ダウンへの参加、などである。シーリはギタリストで、ボーカルのマイケル・デイブスと共に2005年から演奏を、している。彼らのデビューアルバムスリープ・ウィズ・ワン・アイ・オープンは2011年5月10日に、リリース。 レコーディングは、ジャック・ホワイト・ S ・スタジオで行われ、アルバムは16の古いブルーグラス・デュエットからなる。シーリとデーブスは2005年に、NYC ・ S ・バゲート・インで開かれた、ブルーグラス・ジャムで出会った。2009年には、アド・アストラ・パー・アラス・ポーサイと名付けられた、シーリのマンドリン競争曲が完成。この作品は、コロラド交響楽団や、 ロサンジェルス室内還元楽団、オレゴン公共楽団、アラバマ公共楽団、デラウェア公共楽団、ポートランド公共楽団、インターロケンセンターフォーザーアーツなどが参加するオーケストラ協会からの依頼である。シーリは、ジョン・ホパックのディレクターの下で、インターロケンアーツ、キャンプワールドユースシンフォニーオーケストラと共に演奏を行った。2009年12月17日には、 コロラド交響楽団との初公演を行った。2011年、チェリストのヨーヨーマ、ベーシストのエドガー・メイヤー、フィドラーのスチュワート・ダンカンと共に、ザ・グオート・ロデオ・セッションズをレコーディング。ヨーヨーマフレンズとして、トゥナイトショーにも出演。2017年、ジャズピアニストのブラッド・メルドーと共同名義で、アルバム、クリス・シーリーブラッド・メルドーを発表。 2016年、ゲスト司会者として、プレイリーホームコンパニオンに出演シーリーは、ギャリソン・ケーラーのラジオ番組プレイリーホームコンパニオンに15歳の頃に、初めて出演。その後、長らくしてから再び、ソロアーティストとして、ニッケルクリークのメンバーとして、パンチブラザーズのメンバーとして出演した。2015年2月7日には、ゲスト司会者を務めた。 2015年7月21日、ケーラーは公式に番組を降板し、2016年から、シーリーが彼の後を継ぐっと発表した。その後、シーリーが、ホストになり番組名は、ライブフロムフィアに変更され、ラジオネット番組として放送されている。なお、プレイリーホームコンパニオンは、ロバート・アルトマン監督作品、今宵、フィッツ・ジェラルド劇場で、 の舞台となっている。ありがとうございます。